はい、ちょっとね、川上さんとの対談途中でさすがにもう限界、もう本当に普通に気持ち悪いです。本当申し訳ないんですけど気持ち悪いんですよね。これはもう僕は正直に言いますけど、皆さんは気持ち悪いとは言わずにそっと下がってほしいんですけどね。こう今日多くの方がね、多分立花さんはもっとちゃんとやってほしかったっていう人いるんじゃないかなと思います。真面目な人ほどそういう考え持つと思うんですよね。どうしても相手を説得しよう、理解できてないから何とかしたいみたいな、多分それは川上さんも同じだと思うんですよね。ただ僕がこの56歳にして3日前4日前に学んだのは、バカは論破できないっていうのはすごいわかります。どこまで行っても平行線なんですよね、お互いが。そういう人に話をする時間を割くよりも建設的なお話をした方がねいいっていうのがあります。はい、ちょっと僕の方でライブしてるんで、川上さん、ちょっと一点だけ、さっきのも、はい、課長とか川上さんの件も本当大丈夫です。はい、 そこじゃなくて、最近僕が一点だけ聞きたかったのが、はい、だから相田さんは結構苦労も多い道じゃないですか。はい、この政治団体の党首っていうのは、はい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 、何を成し遂げたいのかとか、 NHK で一言についたとおっしゃったから、はい、何をやりたいのか、立花さんがでも、まあ、いろんな批判とかありながら、で手法についてはいろいろ、まあ、議論もあるとこありますけど、うん、何を成し遂げたら、そこら辺最後僕聞いて終わりたいな。ああ、もちろんだから NHK をぶっ壊すためにやってるわけですよね。うん、はい、だからまずは NHK の被害者をなくすこと、うんうん、まあ、これほとんど今僕、我々に相談してもらえば 100% 救済できてると思ってます。我々に相談できない方もいらっしゃると思うので、うん、NHK をやっぱり壊滅させるには私が政党を大きくしてこう総理大臣を生み出して、うん、で僕が総務大臣になって NHK の予算を承認しないと。あ、総務大臣になると、はい、そこが今の目的なので、それに向けてね、うん、今一生懸命お金を出してくれる人や選挙に出る人を探してるっていう状態なんですよ。うんうんうん、はい、わかりました、はい、すいません、最後ちょっとここだけ、うん、だからそこの時間がね、やっぱりちょっと前回みたいに暇じゃないので、今もう本当に川上さんのお気持ちっていうか、川上さんのような人が世の中に相当数いらっしゃることは理解をしていますが、やっぱり話が合わない人といくら話をしても時間の無駄とお互いがやっぱりね得にはならないので、それをこれ有権者の方とか見てる方にね、子供さんも含めて嫌いな人とは距離を置くっていうことを皆さんにしてほしいっていうのは今日の目的でしたね。はい、わかりました。なんか、はい、すいません、せっかく見てて私のなんか心がなんか悪くて、なんかちょっと本当申し訳なかった。いやいや、仕切り悪くないですよ。多分明らかに川上さんが気持ち悪いだけですよ。いやいや、質問の仕方がね、っていうかもうやっぱりレベルで言うと僕は政治家でね、川上さんは一国民なわけですよ。あれだけ何度も何度もやっていてですね、記者会見も僕はウェルカムでやってるわけですね、毎週ね。それでまるで自分は特別な人間だみたいな形でねおっしゃるのであれば、せめて選挙ウォッチャー千代君ぐらい僕のこと見ておいてくれないと。同じ質問を繰り返しされてもね、はい、っていうことはすごく感じましたよ。わかりました、はい、またちょっとじっくりやりたいこととかそういうお話もぜひ聞かせてください。はい、はい、ありがとうございました。どうも、はい、失礼します。はい、はい、どうも、ありがとうございました。はい、失礼します。これ本当心の底からこう思ってるんでね、はい、記者会見に来てもらって質問してもらうのは全然構わないですけど、僕はこれ何度も言いますが、3億5000万についてはもし僕に払えと言われたら自己破産するしかないでしょって言ってるんですよ。払えないんだから、今直ちに払えって言ったって。それをまるで僕の方から自己破産するかのような考えをまず持ってたんですよね。お金を借りたけどもそれは党のために使っているわけだから、それを返す義務があるのかどうかについてはこれから裁判所の方で決めてもらえればいいでしょうと。逃げも隠れもしないんだから、裁判所が払えと言うんだったらそれは支払えないので分割でこれから何年もかけてやるとか、そういう話じゃないですか。まるでそのなんていうのかな、僕が返済できないとかそういうことを一生懸命決めつけて質問してくるわけですよね。まあもうそこにいくら回答してももう何の意味もないと思うんですよね。まあ特に8000万の話にしたって関西人が見てそれが気に入らないんだったら大津がそのまま代表者としてですね、関西業務があった後でもやったらいいんでしょ。まあでもね、川上さんはもう盛りのついたなんか
猫なのか分かりませんけど、もう必死なんですよね。これね、皆さんにもう一個言いたいのは、これ一番今川上さんイライラしてるんですよ。あれも聞きたい、これも聞きたい。もう僕が負けた、もう川上さんが勝ちって言われるとね、彼からするともうたまったもんじゃないんですよ。あれを言ってやろう、これを言ってやろうと思って、おそらく1週間ぐらい前からね考えてたんだと思いますけどね。ちなみに高橋さんはもう自分でも言ってましたけども、それこそドワンゴ側の人ですって言ってますよ。そりゃそうですよね。彼だって独立してお金がない状態でね、西村博之君とかドワンゴの川上さんにね提供してもらわなきゃいけないから、お金を、仕事をしてもらわなきゃいけないから、なかなか厳しいんですよ、高橋さんは中立で入れないのはね。彼はそれを隠さず僕にもちゃんと言ってくれるし、人間として素晴らしいと思います。ただ残念ながら西村博之とか川上さんの言うことはある程度聞かざるを得ないんですよね。本当債権者の方には申し訳ないので、ここで僕がどうのこうのっていうよりも、ちゃんとね来年の参議院選挙で政党要件を復活させて、債権者の皆様には時間がかかっても確実にお返ししていくと、その前に今3億あると言われているね民粛党のお金をちゃんと差し押さえしてもらって、それをまずは債権者に返していくことに対して我々は破産管財の人に協力していくと。もちろん破産管財人が僕に聞きたいことがあるんだったら、それは二度隠れも当然しませんと。ただ資料も見ていない、ただ地代とか大津とかからの情報でこれが事実だったらって言われて、それに回答するほど暇じゃないんで。ということで銀座町目の、まあ、新橋の駅から近いんですが、銀座バーアズライルに到着しましたので、お客さんがお待ちだと思いますので出勤してきます。ということでありがとうございました。本当にこう前向きな人は最高なんですけどね、まあ、これはもう仕方ないと思います。どうしてもアンチ立花がいて、立花が好きな人がいる、でここを融合させることは僕は諦めました。バカは論破できない。当然ね、向こう側も僕は地代みたいな人は論破できないと思ってるし、当然地代君も立花を論破できないと思ってるので、いつまでたっても平行線なのでバカは論破できない、そして徳川家康になるというところで終わりたいと思います。神経八個助け、やったね、かかってきたよ、できた、はい、お座りは助け、お座り、お座り、お座り、立て、はい、かかる、ハイタッチ、はい、ハイタッチ、かお座りはせい、メダルでいっぱい垂らしてるで、サスケ、はい、NHK をぶっ壊す。